ピストン西澤のチャンネルと土屋圭一大先生のチャンネルの合同企画、よろしくお願いします。土屋さん、よろしくお願いします。ソーシャルディスタンスのお互いそっぽを向いて喋るというよくわかんないことになってますけど、はい、いや今回第1回目の記念すべきこの86、はい、このストリート号を乗せていただきましたけど、びっくりしましたわ。憧れの土屋圭一 AE86 で、手回しウィンド1、2、3、4、3.5、4、よし動いた。暑いな、これエアコンついてるんだっけ。そのバランスが面白かったですね、うん、やっぱさ、目をつむっても乗ってわかる車って、うん、今の車ない。目をつむって乗るってどういうことですか。もう目隠しで乗せられて、はい、ポルシェだ、フェラーリだ、ランボルギーニだ、はいはい、マクラーレンだって乗せられて、はい、車当てられるやついないよ。ああ、そうですね。まあ、後でポルシェはわかるけど、みんなスムースですからね。そう、うん、ね、うん、これはエンジンかけた瞬間、うん、86でしょ。ガウって言いますからね、ガウってすっごい匂いがさ、昭和の匂いさ、この振動、実はクラシックカーいっぱい乗ってますから、乗せられて、はい、ポルシェだ、フェラーリだ、ランボルギーニだ、はいはい、マクラーレンだって乗せられて、はい、車当てられるやついないよ。ああ、そうですね。まあ、後でポルシェは分かるけど、みんなスムースですからね。そう、うん、ね、うん、これはエンジンかけた瞬間、うん、86でしょ。ガウって言いますからね、ガウってだから、ええ、なんだろう、その恐ろしくもうどぎついほど濃い味が持ってる86って。確かにそうでした。はい、つも突き抜けてるわけよ。要するに日常のですね、不満とかそういったものを解消するいいね、絶叫マシンなんですこれ。ああ、おっ、いくぞ。よいしょ。このね、このハンドルのとこなんですけど、もう年代物の古いまんまの TRD、ね、これを巻き直してる。え、巻き直したんですか。で、シフトレバー、あれ、新品、去年新品にしたの。2019年新品にしたって聞いたんですけど、これあのなんかファンの人がくれたらしいじゃないですか、あまりにもかわいそうがあって。そうなんだ。あまりにもボロいの使ってるから、ドリキンボロいじゃねえかってくれたらしいじゃないですか。ファンが送ってくれた。このステアリング巻き直したの。巻き直した。あ、ここのところ。そう、巻き直して。ここはダッシュボード、ダッシュボードも全部張り替え、綺麗になってますもんね。あ、これは上に乗せてるんだ、なんか綺麗なやつを張り替えて、張り替えてんだ。そう、おかんがみんな割れちゃってるの、ひび割れ。そうですよね、ね、うん、でシートもオリジナルの、うん、キングシート。乗り心地もね、このシートいいですよね。やっぱりグリッドのこのシートが効いていて、で、あの振動とかと足も絶対的に硬いんだけれども、お尻に来るショックというか不快感はほとんどない。長いこと乗ってられる。クランチも軽いから、どっかに行った時に帰り渋滞になってもそんなに苦にならないんじゃないかな。
だからこう悪く言うわけじゃないけど、もう八六の素性で言ったら、こいつがそうなんですよね。あ、これ、この色これが本当の色、これが実力なんですよね。1985年、そう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 、こいつだったんだけれども、土屋圭一イズムの中でいろいろと、こういうふうにチューニングというか、うスーパーアップして今になってるという、そういうこと。はあ、僕も1985年。おお、いますね、85年が。これ谷口に指摘されたの、これ、はあ、これダメでしょ。まあいつもうるさいですからね。うるさい、あいつ細かい、うん、まあ、だけどやっぱりその常に新車の状態と同じような車にしているっていうのはもうすごい難しいよ。なるほど、それもほらかなり綺麗ですよ、1985年おまけにこの85年細いですね汚ねえこれ、うん、こういうの部品あるんですか。ないと思う、だからカーボンで作るしかないよね。ああ、なるほど、うん、こういうところにお金かかるんですよね。かかるね、作っていくと。オイルクーラーのスイッチが、おお、これだから止まってる間、夏、はい、夏の間やっぱりスタート前にバトルする時なんかは、オイルクーラーのスイッチ入れて、はあはあはあ、オイルを冷やす。これやっぱり撮影の時にこれなんか車が嫌がってるぞみたいな感触があったんですか。やっぱこう油温が上がってきた、水温が上がってきたっていうと、やっぱこうオイルクーラー入れないとね。ああ、なるほど。そう、ファンを回して温度を一定にしないと、あれ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 、人間がそうやってす、あの人間が我慢して車涼しくなる一方でいいんですか。いや、2020年は、はい、エアコンつけた。エアコンつけた。土屋八六の中で最大の進歩と言われる。一番は2018年、はい、これが重捨てで、うん、やっぱ俺も年で、はい、60になると重捨てはきついなと、あ、で2018年にパワーステをつけた。で今年2020年、はい、あまりにも夏暑すぎて、ついに俺はエアコンを入れた。だからボンネット開けるとエアコンのパーツだけものすごい新しいのがついてるんですよ。そう、プラス14キロ重いんだけど、はい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 、別にまあそこでコンマ 2,3 秒遅くなってもいいやっていうもう状況よ。あ、若い頃と違いますね。違う、コンマ 2,3 秒若い頃だったらものすごい社会的ですね。そうそうそう、今はこの暑さに耐えられない、うん、確かに。エアコンつけた。いや、快調だったんですよ。あのエンジンがなんかこうアイドリングがね、不安定になることがなく、そう、吹け上がりに影響することもなく、うまいことできてました ね。え、当時の純正ですかこれ、エアコン。当時の純正ですよ。見てください、はい、この当時の純正のエアコンのスイッチが、はい、ちゃんとこんなちっちゃい人そうこれちょっとライトつけてください、ライトつけてください、エアコンのスイッチを押してください。ねえ、かわいいでしょ。かわいらしい。かわいいでしょ。これエコって何なんですか。そのエコは外の風も入れる。へえ。エアコンも入れて外の風も入れる。へえ、うん、ということでいくと、このメーターいいでしょ。本当だ、ゴテ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 したメーカーメーターなんかつけるより、これで1個でこの小ささで分かる。へえ、これで十分。僕が、2015年ぐらいに、お台場でイベントでこの車を運転したことがあって、その時に重捨てでシフトダウンしながらカウンター当てられなかったんですよ。いや、みんなそうだよ、みんなそう、本当に、いやだからそれからだよね、やっぱパワーステでしょっていうさ。いや、本当皆さん、土屋圭一の運転は体幹なんですよ。体の中心部の筋力、これが G に負けないっていうところがすごくでかくて、いや、最初のデビューの頃は負けてたんですよね、きっと。そりゃそうだよね、うん、だからそこから練習したよね。練習っていうのはトレーニングみたいなことですか。トレーニングもするし、あとはやっぱりその暑さだとかこのハンドルの重さになれるために、はい、やっぱ常に練習してたよ。これなんでこの動き、あ、ここでこういうロックあったわ。そうそうそう、うん、八六今運転させてもらってすごい良かったんで、めっちゃいいでしょ。めっちゃいいんで、ね、あのできればこの後スタジオ行って収録する前に石田が運転するんで助手席に乗っていろいろ教えてください。了解。
いやだってやっぱこう滑り出しをこうレベルを高くしていくとさ、滑んないようにしていくと S2000 みたいになるよ、パキン。そうですよ ね NSXR でね、やっぱり怖くて運転できなかったんですよ、うんうん、後ろのタイヤがなくなると、うん、後ろのタイヤがなくなるとあの車急にあのなんていうの裏切り出すんですよ、うん、そうだね、うん、聞いてくるね。そうなんですよ、重くて、ね、大変だったよ本当にさ。 NSX のタイプ R はタイプ R もそうですけど、2000年のスーパー GT 全日本 GT 選手権で、うん、アグリさんと初めて NSX 組んだ時、うん、重くてでしょ、うん、大変だったんですか。いやめっちゃ大変、アグリが乗ってらんねえよこんなの。後ろに真後ろにね、星野さんが目三角にやって釣り上がってうらーってくっついてきた時に譲る譲らないはもう気持ちの問題じゃないですか。めっちゃ怖えよ。このヤフオクで買った絨毯がどうのこうじゃなくてヤフオクじゃねえ、ヤフオクじゃないですこれを ARTA の、本当だ ARTA だ。そうだよ。で、うん、ここになんか骨が入ってる。これなんですかこれ。これここ。すっごいなこれ。そこは弱いの86は。はあ。ボディがねじれる。なるほど。道走ってるだけでも、うん、なんかがっちり感ありましたもん。あるある。しっかりしてるよこれ、うん。乗り比べるとわかるんですか。全然わかる全然わかる。もうサーキットとか全開で走るとわかる。これがあるとないって全然違う。これあとこの辺ですよね。そう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 。これが 7A。 はい、これ 7A のエンジン。そうそう。すごいな。これゴミとか入らないんですか。ゴミあんまり気にしないよね。へえ。やっぱさ、うん、音重要だから86のガボガボ言いますもんね。ガボガボ言う、うん、やっぱ86乗りは、うん、音にこだわんないとね。なるほど。吸排気の音はね。はあ。あとここの補強もすごい。あ、すごいよ本当に、うん。だからもうボディ補強は最低限ちゃんとやる。ロールベージー入れるのが嫌いだから。なんか走り屋みたいで嫌じゃん。なんかこのプラバンがなんだこれ。これ風ね。風ね。もうちょっとアルミかなんかで作りましょうよ、かっこよく。いや、これの方が軽い。あ、なるほど。プラスチックの軽い。ここの熱、うん、エンジンの熱がパンネルに行かないように。ええ、そうすると吸気温とか上がっちゃうから。そうそうそう。パワー落ちちゃうんですよね。レーシングライクです ね。すごいな、ここのなんか下紫になってて、うん、土屋さんがあの夜のクラブのお姉ちゃんの仲いいお姉ちゃんの下着プレゼントしたって見たら色してるじゃないですかエロいね。エロいですね。でもさ、綺麗でしょ。綺麗です、綺麗ですね。綺麗なのよ。駅マニもすごいわこれ。そう、タコ足ね。だってさ、これノーマルの駅マニだと、うん、なんかこう焼けちゃってじいちゃんの骨みたいになってる。うん、なんかあのおじいちゃんありがとう長年みたいになってるじゃないですか。これは綺麗よ。これはすごいですね。 うわ、このプーリーとかもすごいわね。綺麗でしょ。で、なんて言って一番綺麗なのこのエアコンのコア、ね、エアコンねこのエアコンのコアがニュー、うん、土屋さん自慢のエアコンが。そうなんですよ。